ゆうまのハニカムチャンネル。どういった？どういった？聞こえてますか？はい、ということで今日はですね、ちょっと二丁目を飛び出しまして東京駅に。天井見て、天井。北口、北口、これなるほど。今日はですね、サップさんとの慰安旅行ということでございまして、あ、熱海に行きたいと思います。ちょっと声がでかい営業明けでございまして、ちょっと一緒に働いてた人たちもいるんですけれども、ちょっと私もカムまで酔っ払いながらですけれども、東京駅出発しまして、熱海の方にこれから行って一泊二日の慰安旅行を楽しんでいきたいと思います。私しか喋ってなくてごめんなさい。あ、YouTube 撮ってるんですね。なんとなく回して。任せる。ね、はい、二宮神社参拝も、うん、ね、何をお願いとか、ね、されたんですかね。慰安旅行でね、やっぱりこうみんなで生きてね、うん、それはもう就活うまくいきますよ、ね、それはそうよ、それはそうよ、ね、みんなで来てね、全然いいんだ、全然山口県のことなんていいと思う何をお願いされたしなかったかもしれない不思議なことはね、なんで来たのけど、あんまりね、お願い事しすぎるのもダメ、ね、そうです、もちろんということで、はい、ここで目覚めの一発ギャグをパワースポットをそうでもらいたい、ね、もう本当にね、気持ちいい気持ちいい気持ちいい拳銃パンパンパンパーッ恥ずかしいなんかついてきてるよ。さあ、熱海といえば海、はい、サンビーチにやってまいりました。龍一くんなんか長野県出身で海がね、に囲まれない県ですけど、初めて生まれてきて海を見るというちょっとこれからロープウェイ熱海城、はい、あ、出てる、ジョナサンの看板後ろに、わかるかな、あ、そこですね、あの左のやつが秘宝館、あれエッチな、はい、ちょっと行ってみたいと思います。はい、おかえり。いや、いろいろね、お忙しかったみたいですけども、何も喋ってないね。何言ってんだって。ここから食べて飲んでしていただきたいなと思いまして、で今回ですね、ちょっと夜ご飯、まずはいろいろ、まあ夜の熱海もね、飲みながら楽しめたら、どんなぐらいでのかな。怖いです。喋る。早く行って。私ね、お友達のお店なんですけど、焼き鳥トリマンさん、このレバーが美味しいんですよ。美味しそう、美味しそうじゃない、レバーが美味しそう、これも美味しそう、ね、皆さん、食べてくださいね、うわー、おいしそう、これ何だろう、これ何だろう、これもうね、レバーっぽい。さあ、焼き鳥、美味しかった、美味しかった、はい、僕私の親友のお友達がやってます、安井さん、はい、はい、昔から熱海の人にね、古いお父さん代からってちょっとおしゃれなバーに、今日はお休みなのに開けていただけるということ、正面、はい、正面行きました、正面急にスイッチ入ってきましたね、いいちょっと今後でもいろいろな乾杯ね、はい、したいと思います。みんな映ってますね、はい、大丈夫ですかね、はいはい、じゃあ行きましょう。すいません、おしゃれな感じで飲める人は飲んでいただいて、まこちゃんごめんね、休みなのに、
軽装でちょっとあの今日そうでもない、そういつもこうね、バッとバーテンダーさんの、いや今日お休みで、少しパリッとしたら、今日はお休みなんですよね、ちょっとその辺にちょっと、いやごめん来ていただいて大丈夫だったの、お友達も、いやもうユーマに言われればもうやるしかない、怖い、ごめんなさいよ、怖いわ。安井のマスター、マコニャンです。マコニャン、よろしくお願いします。イケメンでしょ、20年前ですよ。いやでも今あの頃から今15キロぐらいだった。ほんま、そんな太った。あれでもさ、それだから久々に会った人だと太ったねっていうふうに言われてる。幸せ太りでしょ。多分そうです。いいじゃない、いいですよ。今日ちょっとごめんね、いや旅行でお邪魔して。でもないです、ありがとうございます。お邪魔させていただきます。ちょっと一杯なんか飲んでください。はい、いただきます。ありがとうございます。大丈夫です。ちょっと止めて、はい、おはようございます。はい、皆さんおはようございます。2日目の朝、熱海でございますけど、昨日はなんですが、最初焼き鳥屋さんからね、はい、始まってバー行って、そこからゲーバー、うん、で私のゲーバーでちょっとこの熱海のこれに呼ばれたのでちょっとさ、お先、はい、呼ばれてない方々はどこも行けんね。どこ行かれたの。ニューハンプバー。急に喋り始めた。いいやん。昨日夕方から参加でございます。どうでしたか、熱海の夜は。楽しかったです。あ、本当。ニューハンプバーはどんな感じだったんですか。まあ、楽しかった。なんか亮太先生がパーティーしてたんで。みんなのためです。え、なんか隣に、はい、俺は六本木から来たっていう男がいたんで、それと僕が戦ったっていう。え、別にいいんじゃない。六本木から来てもね、いらっしゃってもいいですよね。なんで戦う必要が。いや、わかんないですけど、なんかいけすかなかったみたいな。なんかわかんないですけど、なんか私もね、なんかわかんないですけど、あなたが裸でお店飲んで私が送られてきて、何をやってるんだろうね。熱海で何をやってるんだろう。いい旅行です。ということでございます。今日は朝ホテルのちょっと、ね、モーニングもいただきまして、ここから出て2日目ピーヤン、ね、なかなか観光もしてませんし、ちょっと熱海の、街をぶらりとしていきたいと思います。